肘を上まで上げて、胸の高さよりも上に上げて、この位置でしっかりと合掌する。この位置で上まで上げる、下まで上げる、まあ、ここら辺までかな。これを毎日3分ぐらいしっかりできれば、ここに綺麗な筋肉ができる。綺麗な胸を保つためには一番いいんじゃないかな。僕はお尻が綺麗にこう上がってる子はいいなっていつも思うね。台に手を置いてもいいから、しっかり足を後ろ側に向かって、お尻をこう上げる、足を上げるっていう運動が一番いいかもしれない。トイレに行ったらするとか、起きたらやるとかっていうのを必ず習慣にすることだよ。で、1ヶ月やらないとゼロになるって思ったら、やり直すことの方が面倒くさいって。だったら1日1日しっかりやろうと、そう思ってるだけ。